岐阜県道84号時下2線は岐阜県時市時津町土井前から岐阜県下に出した仮設に至る主要地報道である。国道19号との岩畑交差点岐阜県の2004年度建設行政の概要によれば支店は時市時津町土井前となっているが実質的な支店は時市泉岸畑町の岩畑交差点交点である。 中央自動車道の下をくぐり、東海環状自動車道に沿うように、北西へ進む。美野焼、伝統産業会館付近で、カニ市に入る。くくり川にある、小淵ダムの脇から、くくり地区の中心部を通り、カニ市街に入る。カニ市広見の末広に交差点からは、道幅が細くなり、クランクする。カニ川を渡り、カニ市、徳の南交差点で、 国道248号カニバイパスに至る。ここから住吉南交差点までは国道248号カニバイパスと重複し、北進する。住吉南交差点で西に向かい、カニ市、土田の下説交差点が終点。国道21号の抜け道の役割も果たす。また、県の花街道に指定されている。街道名は、安土桃山街道で見ろを四月とする。 街道名の由来は、安土桃山時代に焼かれた、美の焼きが発見されたことによる。安土桃山街道の五儀は本領線の他に、田島白川線も含み、全体は、時市と蟹市の区間の道路である。ありがとうございます。